ミュージアムズ・ビクトリアは、オーストラリアのビクトリア州が行う博物館、相当施設の事業主体、博物館運営機構。参加に、メルボルン博物館、移住博物館とメルボルン科学博物館の3県と、王立展示館を運営し、また保管施設をメルボルン市か、シティオブ、モアランド地区に置く。2015年までの名称は、単数形のミュージアム・ビクトリアであった。 20世紀前半の競争バファーラップの剥製をメルボルン博物館に所蔵、移住博物館の外観。メルボルンの税関級庁舎を転用メルボルン科学博物館を売展示館は、世界遺産この博物館運営機構は、ビクトリア政府の自然史交渉学博物館を提唱したウィリアム・ブランドスキーらの働きまで遡ることができる。1869年。 国立美術館博物館図書館法の施行により、公設博物館施設と公立図書館及びビクトリア国立美術館の管理主体を統合したものの第二次世界大戦下の1944年に博物館国立美術館公立図書館法の発布を受けて4社に分立した経緯がある。ミュージアムズビクトリアはオーストラリア。 博物館美術館法の規定に従って運営され、収蔵資料は合計170000 00店長を数える。その範囲はオーストラリアと太平洋諸島の先住民文化、地学と歴史学、古生物学と動物学、科学と技術にわたる。この機構に属する図書館には国内でも貴重で貴重な18世紀と19世紀の図書資料があり、 科学研究論文と論争を複数収めている。これまでの主な出来事を次の節に記す。ミュージアムズ・ビクトリアの図書館部門は1850年代に博物館の職員と学芸員が利用する文献資料室として始まり、やがてオーストラリア国内屈指の自然史関連の書籍と専門誌を保有するまでになった。メルボルン大学校内に所在し、1906年に 博物館の移転に伴い場所を変えるときに公共図書館と連携を始めた。ありがとうございます。